全員生きて戻るぞ。神ディオニソス、フィルビス・シャリア氏、少々お時間をいただいてよろしいでしょうか。私たちに何の用だい。現在ギルドの内部資料として各ファミリアに所属する冒険者の情報をまとめているのですが、記録によるとシャリア氏のダンジョン探索回数が以前と比べ極端に減っています。それは家事スキルなどを身につけダンジョンを訪れる回数が減るというのはよくあることです。ですがシャリア氏にはそういった報告がありません。何か特別な事情がおありなのでしょうか。ああ、彼女には少し特殊な事情がある。27階層の悪夢、フィルビスは私の眷属で唯一あの戦いを生き延びた。だがあの忌まわしい事件以来、彼女を残してパーティーが全滅するという不幸が幾度か重なってしまった。そのせいでフィルビスは他の冒険者たちの間で避けられるようになってしまったんだ。バンシーなどという不愉快なあだ名までつけられてね。そうだったのですか。ぶしつけに話を聞かせてほしいなどと失礼いたしました。気にしないでくれ。それが君の仕事なのだろう。それに今の環境にはもう慣れた。私一人でもある程度の状況までは対応できる。ですがご承知のことでしょうが、ソロの探索は極めて危険です。あの、もしよろしければ私にパーティーを紹介させていただきたいのですが、いかがでしょうか。しかし。いいじゃないか。お前にとって悪くない話だと思うが。ディオニュソス様がそうおっしゃるのなら。決まりだな。フィルビスのことよろしく頼むよ。はい、お任せください。私からご紹介させていただくのは、タケミカズチファミリアのパーティーです。フィルビスさんには彼らの中層探索の支援をお願いしたいと思っています。タケミカズチファミリアの大岡という。支援の申し出感謝する。同じく巫女です。よろしくお願いします。こちらこそよろしく頼む。出たな。行くよ。ファイヤーボルト。動け。キル。悪を許すものか。出たな。頑張るにゃ。これでどうだ。やり。悪を許すものか。勝つんだ。回り込まれる前に仕留める。一掃せよ、覇者の雷、ディオティルソス。平行栄翔で前衛の支援と砲撃を同時に。あの方と同じ。気を抜くな、まだ終わってはいないぞ。蹴散らします。これでどうだ。キル。悪を許すものか。見事な腕前です、フィルビス殿。ああ、助かった。礼を言わせてくれ。
冒険者である前に武人としてよく研鑽を積んでいるらしい。ああ、厳しかったからな。それにしてもたったこれだけの時間でそこまで見抜かれているとは。ここから先は少しペースを上げていこうと思う。構わないか？それで構わない。お前たちのパーティーだ。指示に従おう。よく頑張ってくれたな。感謝するぞ。敵か。仕留めるぞ。出たな。負けさせないよ。追い風を。勝つんだ。出たな。お手伝いします。悪を許すものか。キル。キル。この辺りだったか。ええ、ここで何かあったのか。ああ、思い出したくはないけれど忘れてはならないことが。聞かないのですね。他人に踏み込まれたくないことはあるものだ。お前たちにも私にもな。心しておく。オーカ、そろそろ。わかってる。参ります。お手伝いします。反撃開始です。やり足手まといになるわけには。どうした。やはりお前には話しておこう。いいの？ああ、モンスターも強力になってきた。手に負えない状況になった時、俺がどんな行動を取ったかこのエルフには知っておいてもらうべきだ。俺はさっきのあの場所であるパーティーにモンスターをなすりつけた。何？お前たちがパスパレードをしたというのか？そうだ。そうか。事実であっても、にわかに信じがたい話だな。武人たるお前たちが、そのような手段を取るとは。当時の自分たちの実力では、仕方のない状況でした。言い訳にもなりませんが、
精神的にも追い詰められてしまい。そのパーティーは無事だったのか？ええ、救出には我々も同行し、危険な状況でしたが全員無事でした。そうか。主神様の計らいもあり、彼らとは今では良好な関係にあると言えます。だがあいつらの気持ちになれば仕方がないで割り切れるものじゃない。中層を経験した今ならあいつらがどれほど必死に生き延びたのか痛いほど分かってしまう。俺は今でもあの判断は間違っていなかったと思っているし、後悔するつもりもない。だがこの状況ならやむを得ないと考えてしまった自分を許すことができない。君と僕の絆の勝利だぜ。全員生きて戻るぞ。この状況ならやむを得ないと考えてしまった自分を許すことができない。自分を許せていないか。それは私も同じ。蹴散らします。頑張って。追い風を。この辺りまで来るとやはり手強いな。ちぐさ、盾を頼む。中衛以降は少し距離を取ってくれ。流れ弾や打ち漏らしの被害を減らしたい。待て、それではお前に攻撃が集中する。それで構わない。中衛には巫女とお前がいる。二人が自由な方がこのパーティーは強い。お前が痛みをかぶっても傷つくのはお前の体だけだ。時間は戻らないし、心は軽くなどならないぞ。お前は口では後悔しないと言っていたが、十分後悔し反省している。お前を許すことはお前にしかできない。己に恥じぬ行動を積み重ねることによってしか。そのためにも、まず生きることだ。命を投げ出すような戦い方をするべきではない。そうです。フィルビス殿の言う通りです、オーカ殿。すまなかった。少し冷静さを欠いていたようだ。それでいい。二度と同じ過ちを繰り返さなければ。それで。出たな。行くよ。深く追い風を。深く勝つんだ。付き合え。これなら。自分のお使いください。先ほどアイテムの残りが半分を切ったと千草殿が。そうか、頃合いだな。そろそろ引き返そう。いいか。異論はない。
の音は。モンスターが生まれ、全員退避しろ。蹴散らします。それ諦めるもんか。深く追い風を。このままではモンスターに囲まれます。こんな時に。急げみんな、急いで逃げるんだ。まずいな、このパーティーの足では全員が逃げ切るのは。私がしんがりにつく。お前たちは先に行け。何を言っているんですフィルビス殿。先ほど自分で命を投げ出すなと。これは連携だ。上で助けを募り戻ってきてくれ。しかしこの命捨てるのではない。お前たちに預けるだけだ。マイナです。時間がない、すぐに行け。オーカ殿、行きましょう。くそ。やりましたね。敵か、仕留めるぞ。私としたことが柄にもないこと。さて始めるか。ディオクルイル。やはりこの状況では一人の方が対処しやすい。ソロの立ち回りに慣れすぎてしまったか。仮にも団長だというのに。竹三日月ファミリア、実力は荒削りだがいいパーティーだ。縦穴。ゴライアス、もう復活していたのか。ここまでか。さすがに私一人では。いや、あれだけ偉そうなことを言ったんだ。彼らに私と同じ思いをさせるわけには。何としてでも生き延びる。無事ですか？バカが、一人でカッコつけてんじゃねえぞ。お前たちは何ぼさっとしてやがる。とっとと片付けるぞ。だが相手はゴライアスだ。たった三人では。はあ、どこ見てんだバカ野郎。フィルビス殿、俺らも加勢する。あなたは一人じゃありません。さあ、行きましょう、フィルビスさん。来ましたね。僕だって。成敗。深く、悪を許す者か。足手まといになるわけには、うん、悪を許すものか。無念、蹴散らしてやりなさい。任せとけって。追い風も。ありがとうございます。
加勢するぞ。大丈夫でございますか？みんなは僕が守る。いや、悪を許すものか。殿、ご無事で何よりです。ああ、助かった。礼を言う。あ、フィルビスさんが素直にお礼を言うなんて。命を助けられたのだ。礼くらい当然だろう。いつの間に彼らと仲良くなったんですか？何があったかぐらい教えてくださいよ。そのうち気が向いたら話してやる。だからそう近寄るな。ったく、エルフ同士で何イチャついてんだ、気持ち悪い。そういえば、なぜ貴様が来たのだ。ああ、派閥の指示に決まってんだろ。俺たちはもともとゴライアスの討伐を依頼されてたんだよ。そうなんです。向かっていた途中で彼らに助けを求められて。そうか。私との連携を果たしてくれたんだな。いや、やはり俺はまだまだ、とっさのことに完全に動転してしまっていた。あの時、俺たちの精神的支柱を担ったのは、お前だ。俺もいつか、あんたのように仲間を導ける存在に。やめておけ。私など目指すのは、私には、バンシーという。違いますよ、フィルビスさん。今回も全員無事でした。やっぱりあなたは、バンシーなんかじゃありません。あ。だと、いいのだかな。よく頑張ってくれたな。感謝するぞ。